ラテリーとさんに来ています。沼です。甘酒の沼です。沼です。もうなんかこういう形にしたんが去年末ぐらいらしいです。それでやっと道路側にこう出てきたから気づけたです。去年の活躍感出てたんで、はい、ありがとうございます。じゃあ撮っていきましょう。一番気になってるの当てたろうか。これやろ。エプロンめっちゃかっこよくない？ほんまに欲しいねんけど。手ぶらベスト。ベストあれ何やったっけ？ん？ビブやったっけ？あのベストを買っちゃって、であれも1万9000円ぐらいしたやん。したな。それが買うんやったら絶対こっち買えばよかった。そりゃそうやわ。今はもう完全に後悔してる。いろいろ見てからじゃないとね。めっちゃかっこいいね、ほんまに。色も3色展開でかわいい。めっちゃ私この色かわいいわ。どう？めっちゃいいっすよ。ゲストは絶対いいよ。おしゃれ。これなんていう GRN アウトドア。めっちゃかわいい。そうですか。欲しい。16,500円。そうやったらもう絶対こっち帰るかった。そりゃそうや。そりゃそうや。楽しませてもらって。後悔しかないです。さっきどこに行ったの？知らないけど。めっちゃ置いてるよな。うん。可愛いよな。アヒルみたいな。これもそうや。あ、ほら。あ、ほんまや。ここのね、皮を使ってる。これ。わからん。俺知らなかっただけだけど。見たことないよね。確かに。これですよね。結局行こうと思ったら2連休。これは何？だから夜それなんですか？なんか買ってこれか？昼間だけちょっとこれか。これがこれになる。目隠しサイドテーブル。これ可愛いね。燃やしたら燃やし返したと。なんかちょっとネーミングセンスが。D.O.D. よりやな。D.O.D. よりこんな感じ。いやでも怖いわ。怖い。これください。これ買おうかな。これ買いましょう。買いましょう。怖いな。かわいい。これも欲しいんやけど。これ。これいいよな。収納がめっちゃ入ってんの。ここも入るし。これあれかな。冷蔵じゃないな。頑丈なだけ。テトリスソフトコンテナ。いいなそれ。4400円です。4400円。かわいいな。乾きがいいな。かわいいな。ここもなんかあるじゃん。刺せるんじゃん。そうだ。中に入ってるもん買いねんな。あ、私これ欲しいねん。ガストーチ。外の。まあ、グリーンは結構。ここビヨーンって伸びるやつ。あ、はいはい。かわいい。このシリーズかわいい。かわいい。カバーもかわいい。あれが欲しい。5500円。それは、いきますよ。手ぶらバッグ。手ぶらベスト買わねえからもう手ぶらバッグにしようか。あ、見て見てこれ。ほらもうな、本体売り切れてる。ああ、津田三条の。そう。ホットサンドのソロ。ソロがもう売り切れてます。まあ、テントはそうですね。これぜひつけねえの。いろいろですね。あの、の超苦手な。大体苦手なんですよ。ちゃんって。あ、これ。DC のホットテントみたいな。あ、これは、いや、もっと軽量なテントで出やすい方がいいっていう人は、まあ、軽いテントを求めていくし。だね。もうそれでつけてるよな。ラインとしては。そこまでレベル高くないから。これは、こういうのはいらないんですか？ん？DC テント。
あ、これかわいいよな。ガス。あれ入れるやつな。うん、火遊びキャンパーカバー。かわいい。カバンにこうかけれるよね。こうやって。これいいな。最近ソロキャンプしてるから。うん。そういうの考えた。あれちゃん、登山してさ、頂上でコーヒー飲めるやつじゃん。飲めるな。カバンも買わなかった。カバンめっちゃ、私これかわいいな思って。これ。はいはいはい。かっこよすぎるか。いや、かわいいと思ってた。これいずれこんなコンパクトなコーヒーグラインダーめっちゃコンパクト一人分やとこれでソロキャンプするんやったらそうじゃないバカやな。いやな、これだってここに六角はめるだけででかいね。ゴリゴリできんねん。でかいね。借りたでかいな、ちょっと。ファミリーや。うん。いや、奥に行くほど、うん、かっこいいよ。奥に行くほどかっこいい。ほら、ここ。あら。え？何？この前にあれ見たやつやん。これオリジナルのやつやんな。うん。オリジナルログキャリー欲しいですよ、買ってください。かわいいな。かわいい。うん、巻きバッグいいっすね。巻きバッグ欲しいんですよ。12,980円。手ぶらのベスト買います。手ぶらのベスト。これ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 、これとこれってどう違うの？あ、キャップ付きやって。110円でキャップ付き。そっちの方がいいじゃん、キャップ。やんな。これ、一人やったらやっぱこうなるんじゃない？あー、でもあるもんな。うん。あれちっちゃいで。これね。かわいい、これ。あ、これかわいいな。違うんだ。チタンマグ。それでいいっすね。それでいいっすわ。かっこよくない？5,280円。これかっこいい。かっこいいやんね。これ直火できますよ。それにしますわ。これにする？うん。これなかなか持ってないよな、みんな。ピークがいいんかなと思ったけど、もうそれでいいかな。それでいいっていう値段じゃないんだけど。両方チタンだね。チタン。値段が全然違うから。容量。これ大きいやろ。うん。これちっちゃいのにで。あ、これは買ってないわ。これ売り切れちゃう。あ、はいはい。375、450、450。これまた違う。これ違う。足のなんか。違うメーカーやな。うん。トークス。うん、でもどうしてもやっぱりこっちの方がいいな。高い方好きやな。高い方が好き。基本的に意味は高い。高い方が好き。そう、高い方が好き。これあれぶら下げて沸かせるやつ。あ、俺そう、あの夜間だっけ。あ、これ欲しかったんですよ。それどうですか。 SSR これ。これ直火できるやつ。それ直火 OK ですか。チタンなんで。うわ。うわ。シブ。MS は。テントあるよな、これ。シブな。店の前にテントあったよな。いや、でもそれあんまりかっこよかったよな。うん。汚したくなくなる。わかるよ。あ、わかりますね。うん。ちょっとこれマジで欲しい。ススでな。マジで欲しいですけど、これ。これ欲しい。見たことないもんって。見たことない。そうだ、見てないだけ。知らんかっただけ。だ絶対可愛いと思う。これいいよな。うん、私もこの前ちょっと欲しいな思ったの。これにします？そう、ほら、オピネル。オピネルの。ナイフ。
声はね、まあ、え何やったっけあれ、フェザースティック、フェザースティック作らへん、これ気になんねんけど、ホットワインスパイス、あ、これにしも置いてある、そう、クロセのスパイスもあるし、うまいかったカレーマヨ、あ、分かってるな美味しかった、はい、動画にとしまいましょうそう、カレーマヨ顔万がいでも使えんねんで、カレーマヨ、へえ、いや、顔万がい作ろうかな、今度あれ、うん、なあ、いいよ、顔万がいしてカレーマヨかけて食べるわ、ほんであれやで、私の気になってるベルモントさんのドーム系の大型のチタンカトラ、めっちゃ軽いねんこれ、めっちゃ軽い、3本セットにしなくてもうん、MSR もサーマレット系でこのやつ撮ったんですけど、こういうのいいよな、ユニフレームじゃダメですか、こういうのこうなんかレアになったりするんですよ、やっぱりベルモントさんフォローしてくれたから、結局人気だったりと思ってたありがとうございます、MSR の場合のレアなっていうのは大箱なんで、もっとでかい、こういう感じで、あとは待ってるのはトランギアのメスティン、ああそうか、今日はまだ入ってきてないみたいです、ドリンシーの T シャツなんですよ、いやほんまやこれ売ってたっけあそこ、オレンジ、うん、いやちょっと見てないな、めっちゃ可愛くないこれこれ T シャツだし、なんか焼き鳥屋が来てそうな、かわいいな、こんな感じ描くんやね、うん、そう、そのままやですごい、あ、これ見て、めっちゃかわいくない、これの T シャツやで、ほら、めっちゃかわいい、マジでテーブラベストテーブラーレスト我慢するんで、あの、シタンマグにしましょう、シタンマグ今日、バレンタインやから、こうたるわこうたるわ、あバレンタインチョコもらったことないから、忘れてもらった、試してもらった方が、ハマるかハマらないか、これからこれなぁ、かわいいグッズいっぱいやろ、すごい沼じゃない、この辺はこの辺なんかケースとかこう、こう、こうお皿っすね、あー、ごめんなさい、マルチギアボックス、かっこえ、あれちゃうの、リスとかじゃなくてこれに入れるってことじゃん、かっこいい、しかもなかなか手の届くネタなんですよ、そうやな、あれマグと変わる、チタンマグと、あのアヒルのやつあったやん、めっちゃもっとこのよりコンパクトなサイズだけど、4000円なんとかだった、ほんま4400円、じゃあアヒルの方がいいですよマジでこれでもこれだけ済むんじゃない、あ、いい、これやったらあのリックでいけるじゃないですか、ほんまやリックでこれで頑張って、いやほんまにあれの大きいサイズやね、僕は知らないだけなんですよ、ね、あの場いやこのあのなんていうのシンプルさがいいわ、私いいこれよく見るやつだね、これな、うん、オレゴニアンキャンパーオレゴニアンキャンパーすぐ読まれへんいやほんまソロとかやったらこれ欲しいわ、いるいるいるよ、あとチキンなあ大変やもんな、うん、何やこれ焚き火の匠、そう私先気になっててん、でもなこれカバーやねん、あこれ強いんやな、じゃあ多分そうやと思う、大変って書いても燃えへん、あの
あれに かけて火の粉飛んできてもこれマスコットなんかないですかめっちゃ可愛い。布団で入れたとしたらめっちゃ可愛い。ビール飲んでんで。え、これですよね、このそう、これのね、これのね、コナンヒルちゃんね。これ、これでまたこれもあれやろ炎と火の粉飛んできても燃えにくい。ここ麺とないのマジでかわいい。やばいな。あったかそうやし、ほんでいや沼です。こんな近所にこんな沼があったなんてびっくりですすごいな。どうする。あ、見てあ、おった、でっかいの大きいの。近い、近いバンドえ、ほんまにこれ何やろ。椅子なん。俺も思ってた。いや、でも、いいや硬いやつやからなんやもんな。そうやな。これのステッカーないんかな。あるんじゃないですか。欲しいな。このお店のステッカーも欲しい。かわいいやろ。100円で売ってた。え、俺見たことない。あそこのなガラス割りの中に100円で売ってる。これ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 めっちゃ可愛いな。マイクがマイクがこれエスビット。あ、これな。700円。700円。僕、あれ、100均のやつ使ってんすよ。ガラスの。マジ欲しいんやけどね。これ絶対残したらあかんで、でも。ありがとうございます。またお待ちしてます。どっちがいいの？これと。両、3つ。3点セット。3点セット。3点セットだってちょうど色合いじゃない。色でもこっちの方が白いで。あ、それはあの編集の時に色味の調整をしてちょうどやこの3点セット。ちょうどない。ほら同じ色にしか見えへんけど色もかっていう色までも失い出してかわいいよな。GRN アウトドア。あれのステッカーないんですか。あれステッカーないんですよ。かわいいのに。ステッカー作ってくれてるんですけどね。まだです。もうちょっと揃ってから。いつ何が揃うんやろ。揃ってから。あれってなんか結構あれなんですか。マイナーな方の。ガレージブランドさんで2年ほど前に立ち上がっているブランドさんで、はい、そうなんですよ。でたまたま僕もインスタで知って、はい、取り扱いできますかってやり始めてからのスタートだったんで、はい、もともと古着屋さんがベースのメーカーさんなんですよ。で GRN っていうラインでやってて、でそれをアウトドア系に特化したやつ立ち上げてきたのが2年ぐらい前。そこで焚き火用のジャケットだったりとかを発売し始めて、はい、へえ、かわいい。めちゃくちゃいいっすよね。かわいいっすよ。初めてだから、あのダックローっていうあのアヒルちゃんみたいなさ、あれはヤタガラスなんですよ。ヤタガラス、はい、飲んだくれのビールを片手に持ってるヤタガラスで、はい、足が3本あったです。はいはいはい。あ、そういう、そうなんや、はい、知らんかった。オリジナルキャラクターカラスやって。カラスなのことね。見たことなかったもん。初めて見たよな。素晴らしい。どうする。いや、手ぶらベスト買うしかないな。え素敵な。ヤタガラスやってみて。素敵やな。ガレージブランド。あ、これ欲しい。見て。これ売ってないのかな。これ
売ってないです非売品ですめっちゃ可愛い。ぜひともあの商品化お願いしますこれ大丈夫。いやこれめっちゃ可愛い。ガラの。あ、T シャツもある。あ、これな。めっちゃ可愛いねんけど。カラスがビール飲んでるで。いいな。さあ、じゃあ私はこれにしようかな。買うんかい。第一歩、GRN の絵のGRN の第一歩、踏み出そうかなGRN 推しでいきたいですね。うん、推しブランド、推しブランド来るたび一個ずつ持って帰っちゃおうかな連れて帰ろうかな。推しブランド、まあ今まで特になかったのかな。そうやね、特に統一性がなかったけど、そう、いろいろやっぱ見ていかないとあかんよね。初めて知りましたね、GRN。 よし、どうしようか。桜チップ買いに来ただけやねんけど桜チップそこやねん。桜チップが欲しかったんですよ。チップもなんかいろいろあんねんけど、シンプルに桜で、まあ、いいと思います。やろうかなって、うん、第一歩は。もう沼すぎて、欲しいのありすぎて、もうもっと働かなあかんなって思いました。うわ、ちょっとあの今気づいたんですけど、うん、これ見てもらっていいですか。うん、あ、はい、あ、出た GRN アウトドア、シェアカッパなんですね。かわいい、かわいい。しかもこれフラッテリートやで。え、ほんまや、フラッテリートやで。かわいい。何これ、フラテリート、フラテリート、どういう意味なんかを最後店長さんに聞きたいと思います。すごいな、すごい。4色展開、え、5色展開、え、4色、5色、かわいいな。オリジナルのシェラカップも作りたいなって思ってたけど、うん、うん、GRN のアウトドアのシェラカップでいいかな。かわいい。面白いですね、この店。面白いやろ。ほ、うん、うん、まに、もうギュッと、ギュッと詰まってる感じ。全然ちゃうねんな、やっぱり。そう、アウトドアがもうギュッて詰まってる。アルペンとも、オレンジともまた全然違う、うん、オレンジでもアルペンでも 見たことなかった。そう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 、 GRN、うん、やっぱり個人のね、やっぱ店長さんの人柄が出てるよね、お店に。あ、そうね、好きなものをね、うん、そう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 、うん、めっちゃいいと思う。素晴らしい。でこれはソロ用のあれ三脚なの、これめっちゃ怖いな、うん。すげえな。じゃあ私たちはこの3点セットをゲットしようかな。ユニフレームと、あとトークス。これ人気あるんですか。トークスは人気結構ありますね。あ、ほんまですか。特に UL 系 あのウルトラライトが好きな方は結構好きですね。ほんまに山行きの人、あ見たことないやつばっかりなんですよ。マスカ、そも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 があんまり知らないんですよ。いやいや、いや、これもう小さいサイズ売り切れてる。今350が売り切れてますね。はい、すごいな。これください。 ありがとうございます。これと、はい、はい、桜ですね。はい、はい、ありがとうございます。びっくりしたやろ。びっくりした。見てから来たりもしなかったんですよ。あ、そうなんですか。そうでしたっけ。そう、私はもう何回か来てるけど来ていただいてますね。ポイントかな。あ、はい、あ、よしこちゃん、そう、あの、はい、オリジナルステッカー、あ、ステッカーも欲しいんや。お忘れ忘れ、あれ、私もう一個あったよな、なんかポイントかな。
え、それだけやったかな。分からん。あ、それだけやったもん。なんかもう一個あったような気がした。はい。はい。お皿は何で買わず？現金、カード、ペイペイ、なんでも。ペイペイにしようかな。はい、はい。はい。ちょっと計算しますね。はい。エフコラテビートって、はい、なんていう意味ですか？意味ですか？意味はね、まだあんまり考えてない。え？いや、いろんな意味を考えてるんですけど、一番最初はもともと僕は、僕の実家なんで、おじと父親の2人で、まあ、この上と下で仕事を営業しとったんですよ。で、まあ、兄弟でしてたから、はい、まあ、糸っていうのは僕、糸田川っていう名前で、糸なんで、まあ、糸兄弟がやってる場所で商売を始めようかって思ったんで、まあ、安直に、こんな名前にしちゃったっていうので、あ、まあ、後付けの意味をもうちょっと考えてみます。ちょっといい意味ないかな。わかりました。はい、ありがとうございます。なるほど。まだ10ポイント溜まってるんで、1000円引きますんで、また。ああ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。すごい機会やな。楽しかった。楽しかったやな。ありがとうございます。